すいません。はい、いらっしゃい。はい、何されましょう。あれ、あ、決め、あ、ごめんなさい、ちょっと決めてなかったです。まだ決めてなかった。決めてなかったです。あ、ね、そっかそっか。あれね、うちはお酒だったらさ、生グレープフルサワー、これおすすめ。うん、あ、お酒あんまりなんだ。いや、飲みます、飲みます。ウーロン茶。うん、ウーロン茶。お酒じゃないよ。あ、すいません。いいの？でも、はい、お酒じゃなくていいんだ。はい、明日早いから。え、お兄ちゃん、あれなんか本当いつもお酒とか飲むの？あ、いつも飲みます、絶対飲みます。本当？めっちゃ飲みます。え、じゃあ飲み物は何ですの？ウーロン茶。ウーロン茶じゃん。絶対ウーロン茶。ウーロン茶じゃん。何よ。喉乾いてるんで。喉乾いてる。はい、一杯目は喉乾いてるから、うん、お酒飲まいません。あー、そうかそうか、オッケー、ウーロン茶でいいのね。ウーロン茶、ウーロン茶、ウーロン茶ね、オッケー。300円。うん、高い。300円。今財布。いやいや、財布だけダメだよ。財布だけダメだよ。何にせよ。財布ありました。財布あった。はい。ウーロン茶高い？お水でもいいよ、じゃあ。めっちゃ高い。お水にするんじゃん。大丈夫です。ウーロン茶です。あ、ウーロン茶にする？え、こうやって絶対頼まなきゃいけないですか？お、いいよ、頼もう。あ、じゃあ頼まない。うちお通しもないし。頼まないです。あ、そう。はい。オッケーオッケー。じゃあ、でも美味しそうだな、ウーロン茶。あ、ウーロン茶でも、あれだよ、普通にサントリーの。めっちゃ美味しそう。ん？ウーロン茶めっちゃ美味しそう。いや、ありがたいけど、うち普通にサントリーのウーロン茶だけど。ウーロン茶で。ウーロン茶。はい。あ、ウーロン茶、あいかしゃしゃ。何やったらめっちゃ。びっくりしちゃう？びっくりしちゃう。300円でウーロン茶、マジでびっくりしちゃう。あ、ほんと、ウーロン茶あれじゃん。居酒屋さんも混んでるでしょ、多分。結構来ます。あ、ほんと？あ、そうなんだ。結構来ます。マジで来ます。まあ、そうなんだ。あ、でも、はい。ウーロン茶。ウーロン茶ね。ウーロン茶と、うん、あ、でも、ほんとに素敵なお店です。お、嬉しい、そんな言ってくれて。ありがとう。店員さん、店員さんでかくてびっくりしました。でかい？びっくりします。あ、ごめん、ここ。氷作ろうと、氷作ろうと。うん。ごめんね、ごめんね。びっくりした。怒られたと思ってました。怒られてた、怒られてた。こら！いろいろ美味しそうですね、いろいろ食べ物。うん、うまいよ。ね、あと、おすすめはね、やっぱ、ブリ塩。ブリ塩うまいよ。うん。ブリって何ですか？ん？ブリって何ですか？ブリ。あ、ね、お魚、お魚。お魚。お魚は大丈夫です。お魚は大丈夫。はい。では、じゃあ、コンバター。コンバター、はい、勝ち上げた。ウーロン茶とコンバター、ありがとう。はい、はい、でもめっちゃ美味しそう。ユパの刺身。はい、お近くさーい。刺身、はい、いらっしゃいませ。お通しって、ね、な、お通しってないの。はい、お近くさーい。食べ物、はい、いらっしゃいませ。あと、米頼まなきゃ。はい、コンバター、はい、勝ち上げました。コンバターは、はい、プリシオで、はい、勝ち上げました。焼き鳥食べたい。はい、勝ち上げました。プリシオ、プリシオで、はい、ありがとうございます。すき焼き、はい、はい、お客様、はい、お客様、はい、お客様、はい、レモンサワーです。レモンサワーですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ウーロン茶とエビチリですね。はい、ごゆっくりどうぞ。すいません。はい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 。コンバター。あー、すいません。あ、すコンバターですよ。はい、すいません。お取り返します。どう、おー、おんちゃん、おんちゃん、どうしたどうしたどうした。コンバター頼みました。うん？コンバター頼んだ。あ、ごめんごめん、おんちゃん。すぐ取り返す。向こうだった。エビチリ来ました。あー、ごめんごめん、兄ちゃん。ごめんね。申し訳ない。コンバター頼んだのにエビチリ来ました。ごめん、ほんと申し訳ない。うお、めちゃくちゃ怒ってるじゃん。ごめん、お兄ちゃん、マジで。コンバター来た。うお、お兄ちゃん、嘘でしょ。怒りすぎ。ごめん、間違えといて。あ、ごめん、言っとく。ごめんね、申し訳ない。訴える。え？訴える。いやいや、訴えるの。訴えます。いや、もうちょ、この店で、コンバター頼んだのにエビチリ来たって言って訴えます。いや、じゃあ訴えても多分、いや、訴える、相手してくれないよ、こんな注文間違ってるの。訴えます。コンバター楽しみに来ててエビチリ出された、訴えます。そんなコンバター好きなの？めっちゃコンバター好きです。氷入ってない。
訴える。ウーロン茶頼んで、うん、氷入ってないって言って訴えます。いやでもすぐキンキンに冷えたの持ってきてるから大丈夫だよ。あの量も多いでしょそっちの方が。ウーロンハイですか。ウーロン茶です。訴える。訴えます。コーンバター頼んだのに氷入ってなかったんで訴えます。混ざっちゃってるよ。訴えます。僕エビアレルギーなんです。あーごめん、本当にごめんね。それだからもしも、うん、これ食べて、これ食べないじゃん、エビアレルギーなんだから。いやこれ食べて、いや違う違う、僕はコーンバターやと思って、おコーンバターじゃないよ、エビチリだもん。コーンバターやと思って食べちゃうんで、僕はコーンバターやと思って食べた時にどうするんですか。じゃあもう訴えるってことは、訴える。もうあの、もううちのお店まず一旦出てってことになるじゃない。出ます。え、うちのコーンバター食べたことある。食べたことないです。うちのコーンバターさ、まずね、こう、まずね、フライパンにね、フライパンにたっぷりバターで、弱火だよ、絶対に弱火、うん、そこにさ、もうあの、北海道産のトウモロコシからそぎ落としたコーンをゆっくりじわじわ焼くの。弱火だよ。あのバター焦がしちゃダメだ。バター焦がしちゃダメだ、うん、そこにね、お塩を。あ、見たほしい、うん、で味の素ってね、すっごい美味しくなる魔法の粉があるの。魔法の粉だよ。魔法の粉、うん、うわ。で、ちょっとだけお醤油をしゃ。あ、それめっちゃ好き、うん、で、そこでね、うち人と違うのは、おネギ好き。ネギ好き。そのおネギを上からパラパラパラ。あ、おネギなんかあったかもしれない。ん、おネギいらんかったかもしれん。訴える。ごめんごめん、じゃあおネギ入れない。大好きなコーンバターにおネギ入れたから訴える。おネギ入れないじゃん。おネギ入れたから訴える。入れない。おネギ入れない。で、そのおネギ入れる、入れようとしたじゃん。その分さらにコーン入れちゃう倍。お兄さんのコーンバターだけネギ入れない分倍。え、で、マジっすか。うん、え、やったら、うん、で、彩りでパセリを。え、最高でしょ。パセリ入れたんですか。で、鉄板、重々のに移して。あ、俺パセリ苦手やから訴える。パセリ外す。パセリ外す。その分どうすると思う。え、パセリ嘘だ、入れないじゃん。嘘だ。その分こう、わー、めっちゃいい。ドンドンドン、痛み合わせてきた。で、そこにうちのね、特製の焼肉のタレがあるのよ。で、ここにね、バターで熟の上に焼肉のタレ好きでしょ。あ、好き好きでしょ。それはめっちゃ好き。それちょっと、あ、すげえ、めっちゃすげえ。バック熱っ、熱っ、熱っ。で、あれスプーンで食べますか。スプーンで食べる。スプーンで食べる。ご飯サービスして、ご飯サービスして、ここにご飯あって、ご飯にコーンバターかけて、コーン丼にしちゃってもいい。え、ご飯にコーン丼にしていいんですか、うん、多分家とかでお母さんにあれって言って怒られるよ。あんたそんな食べ方ありません。訴えようかな、どうしようかな。訴えたらこれ食べれない。訴えたら食べれないか。どうする。こんたえます。ん、こんたえます。だから混ざっちゃってるよ。こんたえます。コーン食べると、あの訴える混ざってこんたえますって言っちゃってる。こんたえます。うん、食べます。コーン、コーン食べる。はい、かしこまりました。コーンバターがあったら人生が楽しい。